平道盛、常政、智明が討たれ、重衡が捕らえられて、一ノ谷の合戦が源氏の一方的な勝利に終わろうとしている今。敦盛殿、敦盛殿は一方、これに。おお、敦盛殿、わしの様を離れてないぞ。はい、うやっ、うやっ、おい、おことを守ると兄上に約束したゆえ、手傷などを負わせては常政殿に合わせる顔がないわ。敦盛殿、和田の岬へ急がれ。船に向かってひとまず引き、帝を討ち死して屋島へ。はい、ああ、おい、うわ。武勇の誉れ高い薩摩守平忠則はさすがに一歩も引いてはおりません。敵ながらあっぱれの働き、ぜひともお名を受けたまわりたい。植物無識、死にゆく身に七度無用、とくこの首を打て。鎧のエビラに歌ほごらしい綴りが忍ばせてありました。旅宿の花と題する一首には、雪暮れてこの下影を宿とせば、花や今宵の主ならまし、生涯歌に心を寄せた武将平忠則、41歳の最後でした。大将とお見受け申す。飛びかけられて逃げるとは卑怯なり。潔く勝負したまえ。敵に後ろを見するは平家の習いか。己礼言わせておけば、今そこへ参る。待っておれ。おお、それでこそ武門の誉れ。我は武蔵の国住人、間賀谷次郎直実。して金立ちのお名は何だ。名乗らずばそれもよし。いざ来ん。ああ子供ではないか。子供ではない。さっさと撃て。御年は。すでに17歳。立派な大人ぞ。17歳といえば直家と同年。助けて信ぜる。なぜじゃ。情けは無用ぞ。死を急ぐには若すぎる。それに、わしにはそなたと同年の息子がおる。とても人事とは思える。いずこになりと落ちられるがよかろう。ただせめて女だけはお聞かせあれ。そなたは九郎殿の家来か。そうじゃが。されば我が名は義経殿に問うがよい。九郎の殿をご存知か。早く首を打て。命は助けると申しておる。熊谷殿助
手立ちいたそうか。もはや逃れることはできまい。同じ命を捨つるなれば九郎殿のご家来に討たるること、いささか本望。ではいかにしても。ごめん。おお、これはお手柄でござったな。してこの金太刀の名は。梶原景時じゃ。九郎殿には和田の岬に一番乗りなされ、まことに執着至極。景時殿も生田では大層なお働きとか。いや、手前の働きなど九郎殿のお手柄に比べれば。ところで院がお待ちかねの三種の神器はどこに安置してござるのかな。三種の神器はここにはござらぬ。何？残念ながら奪い立てまつることは。失敗されたとおっしゃるのか。我らが岬に到着した時にはすでに御座船は手の届かぬ沖へ。黙らっしゃい。こたびの戦の目的はひとえに三種の神器の奪還のはず。そのためにこそ範頼様をはじめ我らは戦で平家の主力を釘付けにしたのじゃ。これは院や鎌倉に何とご報告したらよいものか。院や、しかしお味方の勝利は鵯越の奇襲により敵陣を分断したがゆえで、この戦九郎殿こそ武軍第一と思われますぞ。それをお決めになるのは頼朝様じゃ。ごめん。致し方あるまい。三種の神器を逃したのは義経の落ち度じゃ。ごめん。熊谷殿、お手柄のようですな。これは一騎打ちした金太刀でございます。女を問いましたが名乗られず、ただ手前のことを九郎殿のご家来かと尋ねました。この九郎の家来かと。さように答えますと、九郎殿のご家来に討たれるならば本望と。殿、この金太刀は。平の敦盛殿じゃ。いや、しかし何故敦盛殿は九郎の殿。戦より恋が似合う金太刀であった。過ぐる日、敦盛は都にいる恋人右大弁近宗の姫に会うために屋島の陣を抜け出し、洛中を警護している義経の手に捕らえられたことがありました。しかし義経は
敦盛をそのまま屋島へ逃がしてやったのです。殿、お願いがございます。ん？この片身の笛と鎧ひたたれ、何とぞ直実に賜りたく。おお、お手柄の証として何よりの品。いや、敦盛殿の父君にぜひとも送って差し上げたいので。お願いや、助けてくだされ。義経に請われ仁義として参加している麻鳥はこの丘に負傷兵を運ばせ手当てをしていました。みな、しっかりするのだ。敵方にも手負いが多いはず。なぜ平家の兵も連れてこない？ん？戦は敵を殺すためのものじゃ。助けて手当てするなど聞いたことも見たこともないわい。私は傷ついた者なら源氏も平家も分け隔てなく手当てをする。平家の負傷者も運んでくれ。そんな命令は危険なあ。みんな、敵兵を助けて連れてくるなど大将に知れたらただでは済まんぞ。そうだ、ああそうだそうだ。リー殿の命令は私の命令ぞ。おお、はあ、これは九郎様。敵図を負った者には源氏も平家もない。リー殿の申されるように分け隔てなく治療してやるがよい。ありがとうございます。何？お味方総崩れ。この時平維盛は屋島にいます。病に倒れ一ノ谷への出陣が遅れていたのです。鎧じゃ、鎧を持て。殿、そのお体で合戦などご無理でござりまする。それに今からではもう。このような時に役に立てるとは、これも一生の不覚。うん、信じられぬ。わずか3000の兵に15000の兵家が負けるとは、恐ろしい男よ、九郎義経。大軍の将兵を乗せた平家の軍船は夜を徹して屋島を目指します。その中に夫道盛の死を知った小宰相がおりました。誰も特に同情したりはしません。お腹に子がいようといまいと、それは世にありふれた物語だったからです。達者の者、飛び込んで助けよう、助けよう。道盛様、御着替えの鎧にございます。沈めて差し上げよう。
親子三人で暮らしていただくのじゃ。千尋の底までは誰も邪魔しには参るまい。一方、屋島へ引き上げた平常盛のもとへ罰子敦盛の形見の品が届けられました。敵といい味方というも、すべては移し世の仮初めのこと。何の恩縁や相らわん。親子の恩嘆き、さこそと思うにつけ、人の見ならぬ心地に打ちのめされ、せめて形見の笛と恩袖で送り参らせ候。あつ森、情けある武士に打たれしこと、定めし本望であろうな。切ない無言の顔合わせがかつてあったでしょうか。平の道盛、常政、智明が討たれ、重衡が捕らえられて、一ノ谷の合戦が源氏の一方的な勝利に終わろうとしている今。敦盛殿、敦盛殿は一同、これに。おお、敦盛殿、わしの様を離れてないぞ。はい。うわっ、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 うわっ
ことを守ると兄上に約束したゆえ、手傷などを負わせては常政殿に合わせる顔がないわ。敦盛殿、和田の岬へ急がれ。姫に向かってひとまず引き、帝を無事して屋島へ。はい。武勇の誉れ高い薩摩守平忠則はさすがに一歩も引いてはおりません。敵ながらあっぱれのお働き、ぜひともお名を受けたまわりたい。お、お手柄のようですな。これは一騎打ちした金太刀でございます。女を問いましたが名乗られず、ただ手前のことを九郎殿のご家来かと尋ねました。この九郎の家来かと。はい、さように答えますと、九郎殿のご家来に討たれるならば本望と。殿、この金太刀は。平の敦盛殿じゃ。いや、しかし何故敦盛殿は九郎の殿。戦より恋が似合う金太刀であった。過ぐる日、敦盛は都にいる恋人右大弁近宗の姫に会うために屋島の陣を抜け出し、洛中を警護している義経の手に捕らえられたことがありました。しかし義経は敦盛をそのまま屋島へ逃がしてやったのです。殿、お願いがございます。ん？この片身の笛と鎧ひたたれ、何とぞ直実に賜りたく。おお、お手柄の証として何よりの品。いや、敦盛殿の父君にぜひとも送って差し上げたいので。お願いや、助けてくだされ。義経に壊れ陣医として参加している麻鳥はこの丘に負傷兵を運ばせ手当てをしていました。みな、しっかりするのだ。敵方にも手負いが多いはず。なぜ平家の兵も連れてこない。ん？戦は梶原景時じゃ。九郎殿には和田の岬に一番乗りなされ、まことに執着至極。景時殿も生田では大層なお働きとか。いや、手前の働きなど九郎殿のお手柄に比べれば。ところで、院がお待ちかねの三種の神器はどこに安置してござるのかな。三種の神器はここにはござらぬ。何？残念ながら奪い立てまつることは失敗されたとおっしゃるのか。我らが岬に到着した時にはすでに御座船は手の届かぬ沖へ。黙らっしゃい。こたびの戦の目的はひとえに三種の神器の奪還のはず。そのためにこそ範頼様をはじめ
我らは戦で平家の主力を釘付けにしたのじゃ。これは院や鎌倉に何とご報告したらよいものか。院やしかしお味方の勝利は鵯越の奇襲により敵陣を分断したがゆえで、この戦九郎殿こそ武軍第一と思われますぞ。それをお決めになるのは頼朝様じゃ。ごめん。致し方あるまい。三種の神器を逃したのは義経の落ち度じゃ。ごめん。熊谷殿。植物無識、死にゆく身に七度無用、とくこの首を打て。鎧の絵びらに歌ほごらしい綴りが忍ばせてありました。旅宿の花と題する一首には、雪暮れてこの下影を宿とせば、花や今宵の主ならまし。生涯歌に心を寄せた武将平忠則、41歳の最後でした。相当お見受け申す。呼びかけられて逃げるとは卑怯なり。潔く勝負したまえ。敵に後ろを見するは平家の習いか。己言わせておけば、今そこへ参る。待っておれ。おお、それでこそ武門の誉れ。我は武蔵の国住人、曲谷次郎直実。して金立ちのお名は何と。名乗らずばそれもよし。いざ来まん。御年はすでに17歳、立派な大人ぞ。17歳といえば直家とどめ。助けて信ぜる。なぜじゃ。情けは無用ぞ。死を急ぐには若すぎる。それにわしにはそなたと同年の息子がおる。とても一言とは思える。いずこになりと落ちられるがよかろう。ただせめて女だけはお聞かせあれ。そなたは九郎殿の家来か。そうじゃが。されば我が名は義経殿に問うがよい。九郎の殿をご存知か。早く首を打て。命は助けると申しておる。熊谷殿、助太刀いたそうか。もはや逃れることはできまい。同じ命を捨つるなれば、九郎殿のご家来に討たれること、いささか本望。ではいかにしても。手柄でござったな。してこの金立ちの名は。